麻雀ファンの皆様いかがお過ごしでしょうか。実況の小笠原奈緒です。本日は第12期女流王位リーグ第1節シータクの戦いをお届けしてまいります。それでは早速本日の出場選手紹介してまいりましょう。まずはちーちゃから。大変失礼しました。解説は近藤慎太郎が務めます。近藤プロよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたしますでは出場選手紹介してまいりましょう。違います。ちーちゃから竹石恵里3段23期生です。そしてなんちゃ A リーグデビュー戦ですね、高宮真理3段27期生。そしてシャーチャ二階堂ルミ4段16期生。そして最後はこの方です。ペーチャ松岡千秋3段28期生です。以上4名での対局となります。それではここで、B リーグ B 卓ですね、終えての成績をご覧ください。出ますでしょうか。はい、今出ましたね。お、A リーグデビュー戦の葵がプラス 30.8 トップに立っております。思ったより荒れてないですね。そうですね、はい、まだ上下60ポイントなので、はい、ね、今日まだ分かんないですけど ね3択残ってますので、うん、どうなった戦いになると思われますか、この4名。そうですね、まあね、初 A リーグの、ね、高宮さんがどこまで頑張るか、はい、うん、でね、成長著しい竹石さんとかね、はい、まあ、あと去年の決勝の方松岡さんに対するやっぱりまあ格上と言っていいでしょうね、はい、ルミさんが受けて立つみたいな感じでしょうかね。そうですね。あ、色が塗られましたね。青いのが本日配信の選手たちです。はい、ありがとうございます。なおルールは一発裏取らない、日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。それではそろそろ対局と参りましょう。第12期女流王位 A リーグ第1節1回戦投牌の開始です。本日の立ち合いは山田裕樹が務めます。山田プロの合図によって1回戦投入が開始されました。改めましてちいちゃから竹石、なんちゃに高宮、シャーチャルミ、ペーチャ松岡の並びとなっております。女流王位 A リーグ1回戦、ドラがパッソです。竹内さん良さそうですね、はい、2面図完成していますね、うん、両面と集まる、かなり引き締まった手です。順から打ち出していく。高宮はまだデキメンツはありません。ドイツが3組でしょうか。二階堂ルミマンズが多い形、ここは9ピンから。松岡も一面ずつ図で完成、まあ、一番親がいいですかね、竹石が、ね、ドラをここで持ってくる。竹石というのはどういう打ち手ですか。先ほど成長が著しいとはお聞きしましたけど、昔のイメージだと、はいはい、なんかねよく守って、うん、むしろ勝負行ききれなくて、結構守備寄りってことですか、っていうふうなイメージがあったんですけど、なんかね昨年見てたら、はい、結構攻めてくるなっていう印象が、はい、印象が変わったって言いますかね。バランスも取れた選手ってことですか ね。去年も確かプレーオフには残ってたんですね。はい、そうですね、はい、8位という成績でした、はい、パンマンカンパンも引き入れます。リシャンテ、はい、ここで3ピンドラの重なりか、はたまた、まあ、くっつきでも OK と、はい、今日は竹石はスーツでバシッと決めてますね、開幕戦。おや、3ピンを重ねる。あんこが2つ、ドイツが2つ、うん、ありますか。ありえますね数あんこ、3ピンが1枚切られている。高宮チートイツか、ここは何。そうですね、いいジャンテンまで来ましたね、はい、数万を手の内に残しました。チュン、これは1枚切れ。うん、うん、竹石はこれドラ短期でリーチは打っていくんですかね。そうですね、親番なので、はい、先手であれば、はい、ドラ短期リーチもありえるかなとは思うんですが、お、これこれいいシャンテンですね、はい、いいシャンテンです。ルミ今をあんこにした松岡、ペイソーは1枚切られている。ここはチュン、
2枚切れのチュンを打ち出していきました。うん、もう高宮さんはチートイツに決めたっぽいですね。うん、海は数眼光が見える手、いいシャンテンではあります。2ピン。さあ、ルミが欲しい3ピンは山にまだ1枚。あとは2万3万ですが、3万は竹石が持って山にありますね、まだ。あ、ここに来た。1枚目は泣かない。スルーですね。はい、涼しい顔してスルーですね。もう水飲んでますからね。あ、今、竹石さん、はい、E ピン残して9番切りましたね。うん、ね、2ピンの重なりの方がありそうってことですかね。そうですね、2ピンが3枚見えて、はい、E ピン1枚切れなんで、うん、確かに山にはいそうですよね、はい、ということは E ピン重なったらドラ切りも辞さないと、うん、あ、これ3ピン2枚目です。目に見えての2枚目、はい、これは泣いていったルミです。これで天敗、単野おといといの天敗です。2万3万3万万もありません。2万があるのみ。2万が山に2枚まだ残っていますね。このルビさんの3ピンの仕掛けは、はい、周りから見るとちょっと怖いですよね。うん、どう見えますか、トイトイ。あの序盤が、はい、まあ、9ピン、6ピン、パーピンって切られてて、はい、で自敗の後に手出し2ピンなんで、はい、まあ、3ピン統一から泣いたってことじゃないですか。で今ドラも切られたので、はい、まあ、ただの単野じゃなさそうですよね。ということは、トイトイとかトイトイがなんか他の役が絡んでいそう、はい、でも自敗もほとんど切れてるし、まあ、白ぐらいですか、可能性としてあるのは、はい、白が1枚切れです。あ、これヤンマン当たり牌ですね。止められるか松岡、これは宝珠となりました。ルミの上がりです。単野をトイトイ5200の上がり、ちょっともったいない宝珠かな、松岡さんは。やはりトイトイが見えただけにションパイは打ちづらい、当たってもおかしくないってことですか。というのもあるんですけど、はい、じゃあ自分の手が上がれるかどうかって考えた時にちょっと厳しいかなと。ドラもない手でしたからね。アルミの上がりとなりました。はい、あのドラがない手で、まあ、よくてリーのみとかリーチツモの手なんで、はい、で宝珠したらまあ、最低でも3球以上はありそうな感じの、ルミさんの手と勝負するのはちょっとどうかなという感じはありますね。ドラドラ高宮親番です。一メンツ完成している難から。さあ、高宮は初の A リーグデビューということですね。4位で B リーグは4位で A リーグに昇級を決めました。第10期の女流王家では惜しくも5位で昇級を逃してしまったんですよね。そうですね、時点だったんですよね。うん、相当悔しがってたみたいですけどね。いや、視聴者の方も待ち遠しかったんじゃないでしょうか。でもね、その、うん、普通ね、時点すると次の年良くないなんてよく言われるんですけど ね、 ありますね。まあ、もう根性と言っていいんでしょうかね、執念と言いますかね。はい、いや、高宮はこの美貌というのでいろんなグラビアとかでも活躍してるんですけど、やはり麻雀プロとしての思いとか、その試合にかける思いが強いなというのにすごく感じますね。高宮さんはもうそう見られるよりもやっぱり私は麻雀プロなんだと、ね、だから競技で結果を残したいっていう思いが強いですよね。はい、この A リーグ高宮はどういうふうに戦っていくか。親番中、ドラドラの手、9番つもぎり。さあ、3万を重ねた竹石です。ここはどうする、流派か。普通は流派ですね、うん、はい、シャンテンですね。はい、流派打って目いっぱいです。白、うん、1枚切れの白です。多分ね、高宮さんは、はい、パンパイ3枚のうちどれかを重ねたいんでしょうけどね。ドラドラを生かすために。ただもうトンも2枚切られてしまったの で、はい、でね、次のツモからは面前のリーチを狙うような手順になってくるんじゃないですかね。さあ、松岡もいいシャンテンです。2ピン切り。竹石もいいシャンテン。高
上はこれで2メンツ、うん、先にリュウハート、はい、まだシゴロを見ているということですか、うん、水を残します。ルミもイシャンテン、まさかこれで天敗、どう取るか。ウッパーマンチーソーで闇点に構えます。ここは闇点なんですね、うん、6球層引きでのピンフ変化とか、はい、まあ、数ピン引きでのタイヤを変化を見てですかね。いいペーコもつく形ですね。そうですね、そうすると、松岡が天敗、現状役はありません。手代わりを待っている。ルミ天敗が入るか入らない、うん、1ピンもつもぎります。9ピンは2枚ひれ、2枚見え。天敗ですね。なしの天敗ですね。はい、竹石も闇天に構えました。ドラが1枚ありますが、ここは闇天。そうですね、イペコ変化か、うん、ピンフ変化とか、はい、ドラが来ればすごく嬉しいですし ね、 そうですね。またスーピアンコとか、はい、いろいろありますね、変化が、うん、お、これはこれはいい変化ですね、はい、役ができました。スッチーピン待ちに変化です。それでもさらに闇天と、はい、ピンフドラ1の天敗竹石。松岡も天敗役なし。おお、絶好ですね。これはどうですか、闇天、はい、ピンフイペコドラドラ。これは予想以上に高くなりすぎましたから ね、 うね、もう闇天で十分ってことですね、はい、7700の天敗入れている竹石です。でまた直前がですね、3ピンとパーピンの手出しなので、はい、いわゆる間4件でですね、裏筋がもろに浮いている形なので、よく言われてるやつですね、はい、リーチとなった時に一度しても打たれづらいと、はい、なので、まあ、打点も十分ですし、はい、闇点でということですか。神谷ドラドライーシャンテン、ルミもあー、GP を切っている、自信で切っているか止められないか。このチーピンが宝珠となります。竹石の上がり、はい、これは竹石さんの闇点がうまくはまりましたね、うん、そうですね、7700流りリーチを打っちゃうとルミさんから打たれなかったと思いますので、はい、竹石のこの闇点で上がりを決めました。そしてトン3局ルミが親番となります。二階堂ルミ16期生、そして最近お子さんが生まれましたからね、なんかつぶやいてますね。ダメだなダメだなっていう風な感じですかね、見えましたけどね。あの報酬した時もちょっと上って顔しましたもんね。多分ロンって言われた瞬間に高いって直感であると思うんですよ。なんか表情が豊かですよ、はい、豊かですね。まあ、ある種この上流会 A リーグの見どころでもありますけど、はいはい、顔芸ってやつですドラを持ってきたルミ、どう仕上げていくか。まずは白から、ここは強く白を打ち出していきましたね。シャーとかなんとかありましたけど、ナンは1枚切れですし、そうですね、まずは白からいったんですね。まあ、ある意味守備的と言いますかね、先に場に強い方を打っといて安全度の高い方を残したかったのかもしれないですね。泣かれたら泣かれたでまた考えよう、まあ、泣かれたら要は守備に回ると、はい、うん、ただしダブトンだけは重なった時が大きいので残したという、はい、いうとこですかね、はい、白他三者の手はいかがでしょうか。タメンツ完成、高宮一番整ってるのは松岡さんですか、はい、うん、こちらの手です、ね、早くもイーシャンテンの松岡です。チューンのポンテンも効く形、竹石さんも良さそうですけどちょっとまだ時間がかかるかな、はい、高い手が見える竹石、シャーで考える。ここはリアンソー出手間に受けていきます、うん、相当守備的ですよね。そうですね、先ほどの宝珠もあるんでしょうか。
親番ではありますが、ルミここは手様に構える。竹石さんいいシャンテン、はい、竹石もいいシャンテン。松尾カードか、トラ受けを残すか、ピンズあたりでしょうか、それともソーズか。ここは急走、うん、親の現物の EP を残したんですかね。うん、竹石さんです、はい、はい、あ、また出てますね顔芸が。ローピンこれで、差し越しゴロと、はい、見える太陽もつくいい形です。竹石三色のいい状態ですね、はい、ローソーつもぎる。あ、松岡はチューン1枚目から泣いていきますかね。泣くような気はしますけどね、はい、ルミの手に1枚、このルミさんのチューンは出ないと思うので、うん、竹石などに来たら出ますからね。出ますね、うん、高宮もいいシャンテン、いいシャンテンですが、ドラが浮いてるので、はい、普通ができれば打ち出す構えですかね、はい、そう、差し子の方来ましたね、天敗サブロッソの天敗、ここも闇手に構えます。竹石タンヤオピンフドラ高め三色の天敗です。サブロッソ待ち、三層が高めの差し子の三色、うん、これリーチ打ちたくなりますけどね。うん、ここは闇点なんですね。あの松岡さんがまっすぐ来てる感があって、はい、でそこの捨て牌に老僧があるので、はい、闇点という思考なのかもしれないですね。確かに松岡はいいシャンテン、キューピン、うん、これもう完全にやめる気です、ね、これ天敗ですね、はい、天敗、役なし天敗、あ、来た高宮天敗、ドラ打ち出せば一通の天敗です。行きましたね、ここは闇天です。関ウーワンの天敗です。うーん、ウーワンはなんと山に様が詰まりました。松岡の上がりです。ツモ300、500のツモ上がり。高宮さんね、ドラ打つんだったらリーチ行っちゃっても良さそうでしたけど、うん、もしかしたらドラに動きが入んなかったら自順リーチ打つつもりだったかもしれないですね、はい、トン4局となりました。早い展開です。1回戦松岡の親番、松岡は第11期上流下の決定戦にも残りました。28期生、私と同期でございます。あら、はい、そうですか、はい、じゃあ私はルミさんと同期です。あ、本当ですか。ルミさんは16期生ですね。16歳です。で、まあ、今の曲ちょっと戻るんですけど、はいはい、竹石さんが、うん、結局サブロースを闇天にして、はい、今ペン三蔵で松岡さんに積もられましたよね、はい、だから竹石さんはもしかしたらリーチ打っとけばよかったかなって思ってるかもしれないですし、うん、まあ、あの勝負の闇点っていうふうに考えてて、はい、まあ、そういう結果が出ても仕方なしと受け入れてるのかもしれないですし、うん、竹石はどうなんですかね。結構そうやってメンタルとか気持ちは揺れたりする方なんですかね。まあ、あの去年ぐらいからそういう感じがあまりなくなってきたと言いますかね、うん、なんか2、3年ぐらい前はもっと頼りない感じだったんですけど、なんか今頼もしいですけどね、はい、マジ見てて。さあ、天敗松岡天敗リーチ追ってきました。リャンウッパンマンでリーチです。親番ですからね、はい、三面ちゃん三面ちゃんということもあって、手代わり松津にとリーチと、ルミがドラドラなんですね。関連マンを引き入れました。もうリーチはすでに入っている。親からのリーチ、うーん、さあ戦えるものいるでしょうか。いや、行きづらいですよね。そうですね、竹石も小さを抜いた。
上足。こういう早いリーチで、はい、一番、まあ、バカらしいと言いますか、補充した時に街があんま良くなくてドラドラで鳴らせないみたいなのが、ね、はい、なのでやっぱりドラを持ってないと、はい、ちょっと多いそれとはいけないですよね。そうですよね。でこれ、まあ、積もられて1300オールじゃないですか、はい、周りはホッとするじゃないですか、はい、助かったと、はい、でも親にしてみればそれで十分なわけですよね。松岡の上がりとなりました。リーチピンフツも1300オールのツモ上がり。さあこの1300オールよく見ると1巡前に数ワンが、はい、あ、はい、ということは四五の三色まで見てると点変換待ってると4000オールまであったということですね。ただ難しいですよね、親番ということで。そうです、あのもちろんあの1300オールでよしと思えば、はい、待ちもいいですしね、先手ですし、リーチという選択もありますし、はい、あの打点がないのでね、はい、あの3色の手代わり待つっていう人もいると思うんです。どっちが正解ってことではなくて、はい、結果としてねそういうあの打点を追ってた方があの上がりがあったというね。そうですね。でそれを受けてどう考えるか、はい、この連チャンの野番です。トン4局一本場。でも多分松岡さんみたいなタイプは、はい、そういうことは考えないんでしょうね。自分の最初に狙った通り上がりがあったから、はい、それでよしとすると。急走。さあルミの手がまた面白い手ですね。これは数ワンコ。私なんか1枚目からペーないペーチャですしね。カパス1枚目出ました。あ今から泣いてきましたね。泣いてましたね。だからあんまり良くないから動いてこうってことなんでしょうね、そうですね。親番の時も結構手詰まに受けて、はい、7700からの報酬で親番を迎えて、親番は手詰まに受けて、先ほどもドラさんになりましたけどもリーチが入ってる状況でしたからね。ね、ルミさんこれもしかしたら、はい、ペーは1枚目から動かなかったかもしれないです。ペーなら動かないけどパスは動く、そうだったような気もしますけどね。というのもペーは手範囲に残しておきたい、はい、あ安全牌としてっていうことですか。そういうことですね。もちろんもうパーソーから仕掛けたので次ペー出たら仕掛けると思いますけど、はい、その動き出しですよね。単ヤオドラトラ。ルミはパワーを残してるっていうことはペイが泣けた時など重なった時に両面受けにするということもあるってことですかね。いや両面受けにはしたくないと思いますけどね。したくないとは思うんですけど、はい、状況的にせざるを得なくなる可能性があると、はい、例えば他に仕掛けが入ったりリーチが入ったりした時に、うん、緊急避難で1000点でも OK、切り替えるかもしれないですけどね。さあドラ置きができた高宮、ここはションパイの流派です。パッソの泣き降りているペーチャのルミ、はい、今もトーンを切ってシャアを残したってことは安全度が高い方を残したってことですね。やはり守備には変わりはないってことですね、気持ち的に。そうですね、特に高宮さんが流派切ってきたのも影響してるのかもしれないですね、はい、その手出しで中チャンパイのウーマン、1枚切れのチュンを追ってきました。さあここは武石どうするか、本一にしたいですけどね。チートイツも見てすると、はい、チートイツか本一かスーピン切り、スーピン切ります。ドラドラの松岡、もう何でもなくでしょうね、はい、できれば数ワンとかポンしたいですかね。数ワンポンか、おルミが2枚目を泣きました。形式テンポ取らずですね、取らずトイトイを見て、はい、ローマン、しかもやっぱり安全度高い牌を残すと、まあ、普通あれポンしたらね形式転廃からのトイトイ変化を見たくなる場面ですけどね、はい、ガリアンマン、
三和受けを残しませんでしたね。ピンズは確かに GP 受けを残したってことですか。そうですね、ピンズの方がよく見えたか。まああとルミさんからウーピンを打たれるのでチーテンも取れると、うん、そういうところが残しましたね。ここはシャー短期に、うん、さあシャーは誰も持っていないですね。あ、ドランコになった。ほほほ、松岡がドラハンコ、リャンウピの天敗、タンヤオ、ドラさん、シャー、ここは竹石止まります。でこれ注目がねルビさんに行ってるので、はい、チャンスですね。そうですね、松岡にしたらチャンスですね、はい、あこれ三層数層に受けれますけど受け替えましたね、はい、親の現物の三層でもあります。そうですね、そういう意味もあっての受け替えでしょうけど、はい、松岡の上がりとなりました。タンヤオ、ツモ、ドラさん、4000は 4100R のツモ上がりです。うん、大きいですね。起き上がりとなった松岡連チャンに成功。あのリャンマン打ちがうまくいきましたね。うん、そうですね、あの時選択でしたもんね、はい、まあパーピン打ってても同じ形になったかもしれないですけど、はい、その選択に意思がね現れてますよね、はい、ドラが数万日本馬となります。一メンツマンズで完成、ピンズでも一面ツある、9ピンから。さあ竹石はまだメンツがない、高宮は2メンツ、あ三もういいシャンテンですね。ルミは苦しいか、あここももういいシャンテン、はい、いいシャンテン、松岡も早くもいいシャンテン、今回はぶつかるのか。竹石もつもがちょっと苦しそうですね、はい、ただチーピンを引き入れました。天敗です。あこれ3色もつきます ね、 そうですね、G1 だとドラスチーマンの天敗でリーチ高宮です。ドラの方が実は安めっていうやつですね、はい、G1 が実は高めリーチピンフ、残りスチーマンは3枚、この順目で3枚ですからね、うん、厳しいですかね、出にくい牌でもあるか。テンパぶつけました、つもり3個で追いかけるか、リーチを打っていくか、ドラ引きを考えるのか、どうする松岡。うん、E 番打つんだったら闇点もありですね、はい、普通はつもり3個で追いかけリーチ、3万切るならリーチですか。そうですね、追いかけリーチですね。さあここは丁寧に考えるか、三万切りでリーチ、つもり3個の形でリーチを打っていきました。うん、序盤ながらちょっと勝負どこですね、はい、さあ松岡の町はイーマンとパッソー、パッソーが山に1枚、イーマンも山に1枚あります。うん、いい勝負ですね、はい、ボラドラのとなった竹石ですが二間リーチが入っている、スーワンが今1枚減って、はい、2対2ですか。2対2、こちらに分配が上がるか。暴走打ちたいですけどね、どうしますかね。これ現物という現物はないんですか。筋のパーピンくらいが3万を抜くか、はい、アローピンはどうですか。まあまあ、結局その辺抜くぐらいしかないですね。ここはイーマン、このイーマンが松岡の上がりとなりました、はい、リーチ2400、ね、はい、日本馬です。3100点の上がりとなります。さあ今のイーマン切りというのは攻めたイーマンということですね。そうですね、イーシャンテンなので、はい、でまあドラを使い切りたいと、はい、日本は3000ですね、失礼いたしました。松岡いいですね、順調に展望を重ねています。まあ、本当にまっすぐ行くんであればローソーっていう選択もありましたけどね、竹石さんは。ただそうしても結局ウーワン引いたらね、はい、まあ、まあリアンソー引いてもかもしれないですけど、イーワンでの配慮工場にはなってたかもしれない、ね、イーワンなら休めって考えもあるんですかね。数万がドラでイーワン端っこで、そうですね、3万切りリーチでしたので、うん、はい、うん、休めで切り抜けてくれみたいな考えもあるかもしれないですね。ペーチャのルミ、ドイツは4組、松岡はチュンがドイツです。まだメンツはない、
ただダブトンとチュンが統一になりましたね。しかもちゃんとも見えますね、はい、ちゃんともつく泣いてきますかね。泣いてくと思いますこれは、うん、ダブトンはね一泣きすると思います。はい、まあ、チュンはもしかしたら1枚1回吹かすかもしれないですけど、はい、おチートイツもあるか。3万ちょっとチートイツにはしたくない手ですよね。できればそうですね、はい、あ飛んでましたよ。これは泣きましたね、はい、トンは竹石が切ったんですね。はい、チュンはもちもち、はい、もちもちなんですけど、はい、あリャンプも仕掛けた泣いて、はい、松岡もイーシャンテン。竹石ドラを持ってきた。ここでどうする。チーソーか。そうですね、チーソー一旦チーソー。イーマンルミはウーマンが箱になっている。ナンは自身で切っています。松岡の仕掛けが2フル入っています。もう受けに回らされましたね、はい、ウーピンがくっついた。どうするか。これでトラが出なくなったが、ウーマンチーワンを外して、はい、マンズを払っていく。竹石の選択。ピンズの本位置に見えなくはないですからね。うん、ただそうすると今の手出し磯がちょっと変なんですけど、はい、松岡ですね、はい、親の松岡リャンピントンと鳴いています。なので竹石さんとしたら、はい、マンズを外したのかもしれないですね。うん、ペイはつもひり1枚切れ。チマまだ手の内残してますね。ランスは現物。もうかなりテンパイ濃厚かなと見てるんでしょうかね。うーん、そうですね、はい、リャンズを手出しの後リャンピンポンで3ピン手出しでさらにイーソーなんで手が1個進んだな。はい、入りましたね、はい、テンパイと見てたんですね。竹石が受けに回った。うわ貫通ですね。切ります。何のアピールですかね4枚持ってきてみたいなことですかね戦える。あ高宮がドラドラですもんね。わ今シャーマンコになりましたので、はい、で行きたいとこですけどね。戦えるのは高宮ぐらいか。で松岡にテンパイが入ってドラ打ち出されると、はい、高宮が多分ポンして、はい、応酬なりそうですけど。うん、止まってる間にルミさんのおイーシャンテン、スランコイーシャンテンまで来ましたね。なんとルミスーソーロースオキューピンイーシャンテン来るか。スーソーロースオスーソー、あ、リャンピン返しました。これロースオですね。ポンテン取らず、取らず。ただルミさんもねロキューピン止めながらイーシャンテンまで持ってきてますからね、はい。イーソー現物。あこれで九層統一落とし。あでも3ピンが振り点ですね。どうするか。ただ数ピンドラは出ていかない形になる。ここは九層、ただもう3ピンがね、はい、4枚で切っちゃってるんで、うーん、うーん、どうですかね。ちょっと松岡の手は苦しくなりましたかね。そうですね、上がりまで考えると、うん、例えばあこれテンパイですね。これで打ち出す。発生はチー、そして松岡が6キューピーのテンパイ、そしてルミがスワンコテンパイ。チーで済んだいけるって思ってるかもしれないですねローソーキューピーのテンパイです。ローソーは山に1枚、キューピーはキューピーも山にありますね。2枚、3枚ありますね、はい、この段階で。この終盤で残りなんと山に3枚これは来そうな感じが、いや来ますかね。開幕戦で出るのか、二階堂ルミのスーアンコ怖い。いやシャアはこれは高宮さんにアンコですね、はい、
勝敗の者、ただこれを切っていきますよね、はい、あーあーここは松岡強い、松岡の上がりとなりました。ダブトン本一ドライチ4000は4300オール、4200オール、4300オールですね、はい、はい、失礼いたしました。ね、はい、スーピン引いた時にね、はい、手の内残して、はい、そうですね、それが功を奏しましたね、まあ、ルビさんの手作りも素晴らしかったですし、うん、いや松岡5万9000点ですか、5万9000点ですね。いや一方ルミはね手は作っていくんですが、です、ね、あのローピンをちゃんと最後まで打ち出さずに、はい、ただ上がりに結びつかない、しかも食い取られてですからね。そうですね、龍波を重ねた武井氏です。ドラドラ松岡さんがもしウーピン引いた時にスーピン引いてウーピン引いた時に3、はい、ピンが4枚見えてるからといって、はい、まあ、どっかを、まあ、パーピンでもウーピンでもいいんですけど、はい、打ってたら要は上がりにはなってないですからね。そしたらどうなったか分からないですよね。そう、分からないですね。もしかしたら松岡さんの方順になってたかもしれないし、ドラが1枚置いているルミの手、はい、順も重ねた武石です。ドラドラですね、ここは急走、はい、龍波がドラです。もうね、高宮さんがね、はい、やる気満々というか大事なダブトンからそうですね、トンチュンぶった切って言ってましたからねベンチーピンを引き入れたルミ、あ、ルミはトンを合わせたんですね、高宮の。そうですね、はい、ウーピンをあんこにします。イーシャンテンの高宮、ここはチーピン、うん、まあなんですけど、はい、本人としたら、はい、差し子にしたいんでしょうね。はい、竹石さん仕掛けて泣きを入れました。ドラドラの竹石、チュンのポンを入れます。スースーはつもぎり、9ピンをあんこにします。さあこれ4本場となりましたが、松岡の親終わってしまいそうでしょうか。まあ、まだ何とも言えないですね、はい、いい観覧日を払っていくか、ランピン1枚見え、ここは何切った、うん、何2枚切れですね。なるほど、高宮イーシャンテン、ヤンマンツモヒル、サンマを自信で切っている、目いっぱいですね、はい、竹石もイーシャンテン目いっぱいです。ここはウーマン、これでイーシャンテン、松岡が追いついてくる、うん、テンポ入りませんね、なかなか、はい、そうですね、9万入らない。お、ここはマンズか、嘘つもぎりました、うん、あまりにも入らないの で、 そうです、ね、ちょっと変えてみようかなっていう。そうなるともうローマの泣きとかも入れてったりするんですかね、うん、そうですね、動きたいんじゃないですか、もう親も4本歯唱えてますしね、はい、で竹石さんの仕掛けも入ってるので、はい、そ
うなるとそうですね、もうこのチーム1が打ちづらくなっちゃうんですよね。まあ松岡さんが数ワン通してるんで、はい、打つ手もありますけど、はい、これでテンパイスチーマン、竹石が泣いてスチーマンのテンパイです。そのスチーマンになりましたね。スーマンは泣かなかったんですね。いやこれ難しいですね、はい、そうですね、竹石さん泣かなかったんですね、はい、でそのスルーが、うん、うまくいきましたね、はい、これ闇点、はい、ただこれが竹石の上がりとなります。チュンドラドラ3900の4本場5100。高宮さんからすると、はい、ちょっと痛い報酬ですけど、竹石さんからするとこのねスーワンスルーが効きましたね。ですね。だからバーはマンズが安いと言いますか、はい、ウーワンがたくさん見えてるのでスチーワンが強く見えてたから、はい、あのスーワンスルーしたのかもしれませんね。一枚泣かなくてもそう、あのテンパイ系を強くするっていう、上がり系上がるためにテンパイ系を強くしたいから、はい、テンパイ取ることよりも上がる、どうやったら上がれるかってことを考えた選択だった気がしますね。見事上がりとなりました竹石。そして迎えた親番難一局ドラがイーマン。現状は松岡の一人行き。ドイツが4組、竹石さん落ち着いてますね、はい、プレイが、プレイの一つ一つが、ね、ドラにくっつきます。お、GP をあんこにします。今日はなんかスワンコが見える気がしましたね。予言ですか、はあ、予言が入りましたか。いや一回も当たったことないですからキノリーグ戦だったんですよ、はい、ハンチャン4回じゃないですか、はい、でまあ4人でやるじゃないですか、うん、4000オール以上が1回もなかったですね、まあ、3900オールもなかったですね。じゃ結構コバで進んだんですか。あのここでも3000-6000は確か1回もなかった気がします。あ、リーチありましたね。森さんこの形で竹石親番リーチです、はい、町はウーピンキューピン。それと、ね、今日は打って変わってね、はい、表が、はい、出る感じが飛び交ってますね。ありますね。さあウーピンキューピンはどうでしょうか。松岡の手にキューピンが1枚浮いています。残りは山にありますね。山3枚、これは松岡さん宝珠になりそうですね、はい、はい、このキューピン宝珠となりました。竹石の上がりです。リーチ2400の上がり。松岡さんにしてみれば 2-4 だったら助かったと、竹井さんからしたら積もりたかったけど、まあ、やむを得ないと、ね、はい、竹井氏連チャンに成功です。内局一本場、女流岡の B 卓も結構表が飛び交って、それに引き続き C 卓も表が飛び交っています。トラガウピン、そうですね、まあ結構大物って飛び交ってる割には、はい、ポイント的にはそんな荒れてなかったですよね。うん、そうですね。ダムランが統一になって、はい、仕掛けたいんじゃないですかね、このダムランは。うん、なんちゃの高宮の手です。竹石は想像の一通過。ここはパーピン、トイツのパーピンほぐしていきました。ジュンちゃんとかチャンタなど見てるってことですか。竹石パーピン切りは、う、ね、うん、まああと本一一通なんかまで、はい、いろいろな可能性を見てパーピン、うん、ここはいいもんか。パーピンを1枚浮かせるんですね。これは本一まで行きそうですね。はい、ペンチャン払っていった高見はピンズの本一か。ダブナポン、ダブナ一番目なかせずない、ポンせずですか。泣かないです。形が苦しいってことですか。泣いてもそうですかね。うん、両面ターツが2組、高見屋の手、
苦しいからこそ泣くって手もありますけどね。ダブナを見せておいて相手に制限を打敗の制限をさせて、はい、その間にっていう、うん、ここでトン、うん、お、シャアを重ねた、ピンズの本質へ想像のリャミを払っていた高宮です。イーシャンテン、ピンフにするか太陽にするか、うん、難しい。ここはマンチを払っていきます。しましたね。はい、ここはスーソウソウと払いを見せました。こうなってくるとメンフンチートイでも OK ですかね。はい、ただ2枚目の難は泣きますかね。泣くと思いますけどね。ただもう一個統一ができたら分かんないですね。はい、おー、竹石も想像が集まってくる。いいピンつもぎり、両面ターツができる松岡。ペイは1枚切れです。いや、これはいいピン、他に何も動く形ですね。はい、換算も引き入れたアルミ選択はどうでしょう。ソーズを選びました。白も一枚切れ、フォーチュン重ねた。こうなると、うん、はい、どうしましょう、うん、どうしましょうですね悩ましいですね。ハードル持ってきた。ました、ね、はい、ウッパーソテンパイ、ピンフドライチのテンパイです。ソーズが親の竹石に高い。抜走は先ほどルミが打ち出しています。闇天に構えている松岡です。これは永遠に闇天ですかね。そうですね、はい、急走を持ってきてもですよね。はい、松岡の上がりとなりました。ピンフドライチ2000は2300の上がり、補充したのは竹石です。闇天がうまくいきましたね、はい、さあ何ですか、ね、2曲、うん、まあ、例えば地層とか引いて、はい、高め跳ねつもりになったら、はい、リーチを打つって言ってもなくはないですけどね、うん、あの状況でリーチを打つのはちょっと怖さもあったので、うんうん、そうですね、まあ、リーチ打ってたら分かる、はい、竹石は打たないかったと思いますし、うん、その間にね、高宮とかに追いつかれたらね、そうですよね。なんで、あの、自分の展望状況的には打たなくて全然いいと思いますけど、うん、はい、さらにもう一段高い手になった時にはもしかしたら打ったかもしれないですね、うん。皆さん選択がちゃんと見事ハマってますね。ハマってるっていうんですか、上がりにつながってますね。やっぱりレベルが高くなってきているっていうことだと思うんですよね、うん、はい、そうですよね。ちゃんと意思を持ったね、はい、お、スーモを引き入れた。マンズのいつも見える竹石、結果がどう出るかはまた別なんですけど、うん、ちゃんと自分の考え意思を持って、はい、手をちゃんと進めると、うん、そういうことがちゃんとできている。そうですね、両冠受けができた。高宮親番、ローソーを重ねた。ドラはスーソー、ここはローマン切りです。ここも泣かずですね、高宮さん、うん、そうですね、親番中こんなの泣く人も多そうですけどね。いや、あ、ドラを重ねた、うん、はい、うん、これは素晴らしいですけど、はい、でも泣きたくなっちゃいますけどね、ナンはジートイのイーシャンテンでもある高宮の手です。そうですね、ジートイ、トイトイどっち来てくれれば、ツモが、あ、来た、チートイツ、はい、パーピンタン気で天敗、チートイドラドラ。こっからは町牌探しの旅ですね。9600の天敗です。
両面に変化、小さ切り、チュンタンキ変えますか、一枚切れリーチ、皮は結構そうですね、あれですよね、あまりチートイツっぽくない皮ですから、チュンタンキでリーチ、山に残り2枚となっております。たけしさんいいシャンテン、嘘押せるか、ここは行くのか、たけし上のリーチが行ける、9万を打つか、はい、9万ですね、ローの筋で9万ですね、はい、筋の9万で次にテンパ入ったら勝負ですかね、うん、リーチチートイトラトラ、ここに来た、これは打んでないですね、はい、先ほどトーン落としている松岡です、はい、3ピンは押して残り1枚チュン、積もった高宮の上がりです、ーリーチツモチートイドラドラ6000オールのツモ上がり、うん、これはここは難を泣かずに、そうですね、はい、そのスルーが決まりましたね、結構チュンで強気でリーチ行きましたからね、これが6000オールの上がりとなりました、はい、これはいいとこが出ましたね、はい、これで難2局1本場、あれちなみに小笠原さん泣きます、あれ私泣かないですけど、リーチ多分打ってないんで、あ、なるほど、はい、じゃあそうですね、じゃあチュンタン気にしても4000オール、はい、で松岡さんから出てるか積もってるかですかね、なるほど、近藤さんはどうですか、なん泣いちゃう気がするんでそんな笑いながらなんで1万3000しかなくて親番で、そうですね、ドラ1個あって、はい、なんか3級にはなりそうな計算で、まず一回泣いたころかなって思っちゃうんですけどね、はい、いやでも素晴らしい選択でしたね、はい、高部さんそう、はい、お見事でした、はい、連チャンに成功、ルミがまだ苦しいですね、いやー苦しいですね、この一戦目がね、そうですね、松岡龍波頑固動ける形でもある、竹石はどうする、ドラは1枚、それもねルミさん最初は5200の上がりからですからね、はい、あのでからの7700の包丁ですか、あの竹石さんの手ですね、はい、あの竹石さんの闇点が、うん、そうですね、ルミさんの調子を狂わしたというんですかね、はい、サブロソーでしたね、んスチーピー、あれサブロソ3層違いましたね、チーピンですね、4456でサブロソーって何でしたっけ、サブロソーは何でしたっ け, たっけ、あの竹井さんが割ったのは1日3のいいペーコができてて、はい、ピンフでスチーピンで、はい、スチーピン4456で、はい、直前に3ピンパーピン切ってるから、はい、裏筋になっちゃうからね、はい、ですかねってそういうやつでしたけど、失礼しました、高宮ソースの一通、やめたやつができた松岡、三ピン切り、これはチーティー入れるんじゃないですかね、うん、松岡さん、そうつも切り、うん、たけしさんちょっとまとまりづらい点になってますね、うん、さあここはどうする、もう数万は切っていく、例えば今もうトーンが1枚切れてて、そうですね、2枚目どうするんでしょうかね、うん、普通はなんかまあね泣いても頭もあるし、はい、泣いて白とかで目いっぱい受ける感じですか、さすがに泣く、まあ泣いて数ピン手でもありますね、うん、泣いて数ピン打って白重なったらさらに本一みたいなのもありますけど、はい、あ、チーズを引き入れた竹石、ここは嘘、うん、嘘切りですか、もう受けの意識ですかね、そうですね、うん、パーワンすら打ってないんで、はい、やっぱ場を見るとね、チーワンが3枚切られてるので、はい、あんまり包重をしない方向でってことなんですかね、
そして松岡がドラを引き入れてちょっと手詰まに受けましたね、うん、3万切り、うん、完全にも竹石さんもやめてましたね、はい、受けの竹石ここは一ピン、松岡天敗です。ここでドラ打ち出していきます。流派6球層の天敗、うん、あ、これ天あダメですね。いいシャンテン数ピン切り、さすがにもう全部泣きますかね。はい、ウーピーのポンも全然するってことですね、うん、してもいいと思いますけど、これポンしてもいいですがどうでしょうか。考えてます。あとが切っていく、泣く、動かない、泣きましたね、動きましたね、はい、さすがに。これでペンチソの天敗、一通ドラ1の天敗です。松岡さんがドラまで切ってきて、はい、さらにウーピーまで切ってきてるので、うもう間に合わないって判断でしょうね、はい、動かないと。ただ松岡手が止まりますね。ということはやめるとか、いや、やめるのも十分考えてると思いますよ。うん、一番嫌なのは親に高い手を打つことが嫌ですからね、はい、で自分の手にドラはないわけで、うん、他にあのルミさんと竹石さんがあんまり来てる感じがないじゃないですか、はい、そうですね、ということは親にドラがあるんじゃねみたいな、うん、まあ、実際はねドラは散ってるんですけど、はい、怖いですよねやっぱり、うん、親には怖いと、うん、そうですね。この天敗、まあ、この小さい実際当たり牌で打ってるかどうか、この小さい当たり牌高宮に宝珠となってしまった、うん、1通ドラ1の天敗でした。2900は3200、まあ、思ったより安くて助かったっていうのはあるんですけど、はい、うん、ちょっともったいないかな、はい、でもやめどきって難しいですね。難しいですね。あの自分のね6球層が悪い町じゃないですからね、はい、でも今の行くなら小層ですよね。もちろん上がりを見るんでしたら小層でいいと思うんですけど、はい、やっぱりね宝珠が嫌で考えての上での宝珠なので宝珠だったので、はい、まあ止まったんだったら他の切る手もあったかなと、はい、今の形式転敗の可能性もあるなみたいなのはないんですか。ちょっと遅れた感じの泣きだ高宮さん、はい、そうですそうです、まあ、もちろん可能性がないわけじゃないですけどね。ドラが1枚ルミの元に、ドラがペ、竹石の元にも1枚。でもなかなか難しいですよね、相手の形式転敗と思って押すのは、はい、もっと分かりやすいね、はい、そうです、あの泣き方してくれれば押しやすいですけど、ウーマン、ここは目いっぱいとんぎりです。神谷の二人がウーソウーピンと並んでいますね。ちょっと上がりには難しいって感じですかね、はい、まあ、まずの本質になればいいなぐらいですか。か国士無双ですかね。うん、お、これで国士無双ですか。三シャンテン、お、稔か国士無双親番高宮。高宮が欲しいのはトンと白と純、あと9万。もう数万打ち、あ、来る、あれもういい、あ、リアンシャンテンですか。ですね、はい、トン白9万、まだ山には全然ありますね、うん、来るか、ここに白が、あ、白が残り1枚、
枚一枚切られた。ルミはピンズの本一、あと川間田一メンツ、自敗は切らないユーピンから、竹石六チッパの三色。神谷が欲しいのは9万トン白。あ、ここにもトン、トンあと1枚、トンも残り1枚。もう竹さんは6チップ、はい。あートンが来た、なくなっちゃった、終わっちゃいましたね。高宮リャンシャンテンまでは来ましたが、トンが4枚、なくなってしまいました、うん、このあとルミか伸びてきましたね、はい、メンホンチンというのはいいシャンテン、うん、松岡さんはやめましたね。そうですね、来るか。おお、またもやスランコいいシャンテン。すごいですね、もう見せますね。でもこれペイがね、もうみんなに散ってるんで、はい、むしろ良かったかもしれないですね。上がり目はむしろこっちの方があるかもしれない、はい、来るか。うわ来た、わ、ま、また転敗、また来た、ここもやめて、なんと9ピン9ピンと何の転敗です。松岡さんが本一白トイトイ、なんと9ピン、あたかん、あーこれは上がり牌がない、ない。松岡さんと高宮さんに1枚ずつ、はい、いやこれは打ち出されることもなさそうですからね。2人とも2枚ずつ持ってるんですね。ないのか。武井さんが6チッパで勝ちしそう。いやー見応えありますね。うわ、松岡は受けている。チーソーってどうですかね。チーソーは高宮の元に1枚、松岡も1枚、残り山に1枚、山に1枚、0対1、はい。ただ竹石さんもルミさんに危険な牌を持ってきたらやめるかもしれないですね。あ、ここでなくなった。あ、これで0対0、0対0、流局の子です。まあチーソーが打たれてもおかしくはないということしかないですけど、筋にもなってますし、はい、チーソーはルミの現物でもあります。そうですね、まあ、安全牌が続けば、はい、ほら、うん、残りツモは1回ずつとなります。松岡手詰まったかとはいえ、あ、これチーソー危ないですか、パスを、はい、まずはパスをから、まだツモがあと1回ずつですね。相手は松岡、松岡危ないんじゃないですか、相手大丈夫そうですかね。そうですね、まあでも中層よりは数層かな、はい、あ、ここは流派、はい、流派がありました、はいはい、ルミ、そして竹石の2人転敗で流局となりました。なんとキューピーの居場所がわからないまま高宮の親が流れます。でも竹石さん転敗だったら持ってなさそうですもんね。あ、そうですよね。そっか、あ、脇かと思ってる。で高宮さんには、はい、まあ、何枚か割りそうじゃないですか。うん、そうですね、序盤国士やってましたからね、言ってたんで一枚一枚持っててもおかしくないですよね。な、三局三本場となります。ドラが2万、まだデキメンツはない、松岡にもない、さあ竹石もない、ないですね、みんな一メンツも、うん、
みんなない。ない。積も次第となります。3曲。ね、ルミさんも手はね入ってる、はい、まあ、入るというか作ってるんですけどね、はい、あと一歩上がりに結びついかないと。自慢両面ターツができる。ここは目いっぱいチュン。流派を重ねた竹石です。流派はここに1枚打たれた。1枚目は泣かない。一面つやっと火星、松岡も一面つ。竹石この形ですからね、1枚目は泣きづらいですかね。ペンちゃんを払っていく。2枚目は泣かないかもしれないですね。うん、これで二面つ。想像が詰まってきた松岡、ドラが1枚浮いている。ダブナンのナンは手の内に残します。お、ドラ引き入れて、ここでまずはリアソウ、いい選択を優先しましたね。はい、これでペンちゃん外しですかね。はい、はい、7を重ねます。ここはウーピン。竹石は今回も受けの姿勢ですかね。そうですね、流派動かなかったこともありますし、はい、まあ、チートイツになればいいなぐらいですか。 そうですね、それぐらいですかね。ピン、実際そんなに手も 入ってないというか、はい、伸びてきてないですよね。これでリーチですかね。今引き入れてリーチ、はい、69ピンのテンパイでリーチです。リーチピンフトラ、当たり牌のローピンがここに2枚、場にも2枚切られています。キューピンがいい街に見えますよね。うん、残り6キューピンは3枚。うん、あ、ここに来た、ここに来た。竹石は出ないか。そうですね。うん、高宮はどうでしょう。急走は現物、キューピンあと1枚いる。はい、あと残り2枚ですね。はい、6キューピン、アロマ引き入れて、リアソーも現物。まあ、まっすぐ行けばシャアでしたけど、はい、シャアも打ち出さない。まあ、やっぱり親リーチですからね。ということはですよ、はい、多分誰も69ピンは打ち出さないので、まあ、ルミさんとヤマトの勝負と。積もるか流局か。あ、でも松岡さん伸びてきましたね。まあでも、あ、でも嘘ですか。はい、あとローピン1枚ですか。9ピン1枚、はい、そうです。この順目で2枚ならまだいい方ですね。積もれば2600ホール。6キューピン待ちの親番ルミ、ね、ルミさんね、このハンチャンもしラスだったとしても、はい、ここで1回26オール引けてのね、ラスだと。あー、でもキューピンここに来た。 あと1枚。やっぱ1万点のラスと2万点のラスってそうです、ね、気持ち的に違いますからね。はい、しかも開幕戦ですからね。まあ1回戦目、最初のハンチャンですからね。
逆に言うとね、松岡さんね、はい、あの一時6万点近くあって、もしこれそうです、ね、4万点ぐらいで終わっちゃうと、なんか逆にね、なんかそれも悔やまれますね。損したような、実際はね確定してないからね、損の得もないんですけど、はい、なんとなくね気持ち的には。打つ牌が困ったの、困りましたね。ないですか。スッチスは通ってない、チーソーワンチャンスですかね。そうですね。であと直前の8、9切りを見てですか、はい、さあ流局となりました。一人テンパですね。はい、小屋のルミ連チャンに成功です。3局強卓が1本となります。4本は虎は両ピンです。いいんじゃないか。いいですね。いいですね。じゃん。松岡も二メンツ。竹内さんもそう悪くないですね。はい、この一メンツありますが形はいいか。高宮さんはちょっと遅いけどチートイツなの。この流派は動くのかな、高宮さん。どうなんですかね。竹内さんですか。これ流派打ち出されても不思議じゃないですけど、はい、動いていくんでしょうか。なんかイメージだと、ここまで見てた感じだと動かない気がするんですよ、はい、なぜなら形があんま強くないですよね、残ってる形がペンチーソーが、はい、残ってるんで、なんで一泣きをしないようにも思えるんですが、はい、ただね強卓一本と四本馬ですのでどうかなっていうのはありますね。結構考える方ですかね、竹石は。どうでしょう。まあ、今までの戦いぶりを見てると、そういうところ考えてくるような気がしますけどね、はい、そうなると一豆から泣いていくか。これでちょっと動きやすくなりましたね、はい、ポンテンですもんね。ポンテンペンチーソーでもよし、ポンした後にペンチャン落としてマンズの伸びを見てみますと、はい、いう形なんで、動くのは動きそうですね。テンパイ取るかテンパイ取らずかわからないですけど、はい、テンパイは取りそうですね、はい、あ、これでマンズですか、はい、この形に受けたということはテンパイ取りそうですね、はい、取ってシャンポンに受けて嘘くっついての断面変化を見るんでしょうかね。換算材引き入れた松岡です。いいシャンテンですね、はい、竹石もいいシャンテン。ポンテンが効く形。高宮チートイツ2万ルミ入らない。ルアーがまだ出ないです。追いつかれてきちゃいましたね。そうですね。これで嘘ですね。はい、はい、これでポンテン取る形になりました。そうしたらスッチソー。そうですね。白打っておいて。はい、まだ枯れてないんですね。9万数ピン。4万。換算は役なし。闇点ですか。いやそうですね。闇点は闇点ですけど、あんま嬉しくないですね、テンパイ自体が。取らずってこと。いや取らざるを得ないんですけど、あんまり嬉しくないですね、はい、役割。あ、これいいシャンテン。これでポンテンですね、はい、読みがいいシャンテン、はい、竹石流派ポンしてテンパイスチッソ待ち。流派ドライチ。中宮もいいシャンテン。スッチーソーは意外と薄いですか。はい、スッチーソーそうですね。
高宮が2枚6枚も取れてる、うん、あでも上がれた。竹石の上がりとなりました。リュウハドライチ、うん、2000の1本4本馬ですね、はい、3200、はい、両卓1本付き、これでオーラスとなります、はい、あ今ので高宮補充して3番手沈んだんですね、はい、限定終わりましたね、はい、逆に竹石さんはあと1上がりというところまで来ました、はいはい、竹石として高宮も一上がりで3番手行きに回ります。現状松岡の一人行きオーラスとなりました。1回戦ドラガー9ピンです。こういう状況になるとルミさんがちょっと苦しいんですよね。うん、もうこういう時はでももうラスでもいいからシュンって上がって3人で沈みましょうかみたいな感じでいいんですかね、うん、もうそういう考え方もありますし、うん、逆に言うとあのほっといても多分親の連ちゃんは阻止してくれる状況じゃないですか。高宮さんか竹石さんが早上がりにかけるんで、はいはい、なのでもしあの展開が長引いた時に自分のまあまあ高い手が決まればっていうふうに手を組んでいく場合もありますよね。さあルミはどのように考えてこの曲進行していくんでしょうか。シャーを4枚持ってきました。松岡缶を入れるのかちょっと考えてますね。入れていいと思いますよ、うん、もう松岡さんにしてみたら、はい、ここはボーナスステージですよ、うん、沈む可能性のことがないのでどんどん置いていこうってことですね。目いっぱいいけるとこ局面ですよね、はい、さあこの公式ルール勘をしても勘ドラは増えません、はい、そういうメリットもありますよね、はい、相手にドラが乗る怖さがないという、うん、でこれイーシャンテンなんでもうリーチ積もって2000ホール、はい、という狙いで十分だと思います、はい、缶を入れている親葉松岡イーシャンテンです。お高宮がマンズ引っ張ってきましたね。一通もつきそうな手、これリーチですね、はい、これ松岡が先制リーチ、はい、ウッパーマン待ちです。でこのリーチを受けて、はい、高石さんと高宮さんは上がれば浮きに回れるので、うん、はい、行きたい気持ちもあるんでしょうが、そうですね、補充してしまうと原点が遠くなってしまうので、はい、そういうことですよね。高宮ドラ持ってきましたね。でこのシャアのワンカンって聞いてますよね、はい、もしドラ1個とかあったらそれだけで6800なので、はい、ちょっと怖いですよね、はい、70歩ですね、はい、リーノミでも3400ですからね、はい、結構高くなりますよ。結構高いですねツモると60分ですかね。ツモると60分ですね、はい、なので松岡さんからしたらもう十分と言いますか、うん、はい、降りなさいよっていう感じですかね、はい、さあ高宮今降りにもありましたかね。数万現物を数万切ってますね。ウッパーマン町の松岡武石58と浮いています。高宮の元にも58、山には残り4枚のウッパーマン。ルミさんがチートイズで追いつけるかどうか、うん、1回戦のオラス、もう竹石さんと高宮さんは完全にいけない形でなりましたので、はい、ルミさんがチートイズで追いつけるか、うん、うん、そうですね、もう際どいところを通してチートイツを追いつけるか、はい、ルミが戦っていくのかそれとも一人旅となってしまうのか、ここはやっぱりギリギリまでね。あーでも当たり入った、来ましたね、残り3枚。しかもこのパーワンは出ちゃいそう、うん、出る可能性がありますね。重なる可能性はあるんですかね。一応ありますね、1枚だけ、うん、もうマンズの上がね安くなっちゃったので、はい、最後も天杯のまで残ってたら、はい、逆にパーマン短期がに受けれるかもしれないですけど、それまでに何か危険杯が来ると、はい、逆にパーマンを打ちたくなっちゃいますよね。パーマンなくなっちゃいましたね、はい、残りは馬ということはちょっとルミさん危険ですね。そうですね、ここにパワーが1枚ひょっこりと置いている。馬が残り2枚、山にはまだ2枚残っています。サールの
ウーマン。上がった松岡の上がりです。2000オールですね。はい、リーチツモ2000オールのツモ上がりです。23、ちょっと待って、60プレスですよね。2000オールですよね。ちょっと訂正が入ると思いますね、はい、23オールってことは70プレってことですもんね。はい、気づいてない誰も。そうですね、70分正解。いえ、ね、不正解、ね、32の20の2ですもんね。はい、あんことがなかったですもんね。ないですよね、うん、60分ですよね。多分2000オール。そうですね、2000オールでしたね。本番もありませんですからね。訂正が入ってくれないとさあ曲は進んでいますね。4曲は1本場、はい、あ、ここで今入りましたかね、訂正。入らない。ドラはいいピン。2000オールですよね。2000オールですよね、あれ。あ、来ましたね。気づいた、はい、訂正入りそうですね。はい、はい、はい、訂正入りました。はい。さあ、これで300点ずつ返されて、はい、元に戻りました。はい、ただし、展望に戻ってた。はい、はい、ドラス1本は、E ピン、ドラですね、竹石ドラドラ、トンガンコの手。白がトイツ。両面と厚ができたルミ。親番の松岡はどうでしょう。まだメンツはない。うん、竹石が一番ですかね。お、高宮がチートイのいいシャンテンですか。高宮さんはチートイツだったら、はい、積もるかリーチで、まあ、プラスになりますね、受けになりますね、はい。竹石さんもリーチドラドラなら OK、うん、なんとチャンタを見てウーピン切り、竹石の手ということは、はい、入り方によったら仕掛けも考えてってことですか。うーん、仕掛けてもチャンタドラドラで3900でプラスになるので、はい、こちらの手ですね、はい、パーピン自身で9ピンを切っていて、表示牌でも9ピンが1枚、ここは三素六チッパを見たか。なるほど、うん、いろいろ考えてますね、はい、動けるようにしたいっていうのも強いってことですか。動けるようにというか、うん、やっぱどうやったらねプラスになるかを考えてだと思います、はい、チートイツテンパイ入りましたね、はい、高宮がテンパイです。チュン短期2枚切れなので、あ、先ほど上がったチューンですね。でリーチを行かないということは、はい、うん、街を探してリーチをしたいんでしょうかね、はい、うん、まあ、積もってしまっても OK、はい、シャーは自身で切ってる。ここで打たれちゃうとね、そうですね、時には回れないのでどうかなって思いますけど、うん、どうか積もれば OK ですもんね。積もれば OK ですね、うん、チューンはまだ山にあります。残り1枚、これで条件満たしましたが、はい、ドラ短期山にはすでにない、ない。ルミ、そしてルミさんは123のいいシャンテン、はい、竹石の元にある。山には残っていない、このいいピン短期。これは仕方ないですね、うん、あ、これでリーチか、はい、さあルミが、ね、はい、高めイーソーの3色でリーチ。ただイーソーはもう山にない、高めが残ってないんですね、はい、あ、でも、あ、出ました。お、あ、これは松岡イーソー打ち出しましたね。これがルミの上がりとなりました。リーチピン風3色ドラ8000は8300、うん、松岡さんはね、はい、
ウーマン引いて、単品のシャンティになって移送したのが裏目になった形と、そうですね。ということで1回戦終了いたしました。一人行きで松岡、そうですね、松岡さんは一人行きなんですけど、やっぱりちょっとね、損した感じのトップ、逆に6万点まで来ましたけどね、はい、逆にルミさんは得した感じのラスって感じですかね、はい、ルミはラスでしたが2万1000点まで復活です。続きましては2回戦です。